皆さん、こんばんは。えー、本日は2月14日、バレンタインデーということでございました。えー、全く関係なく過ごさせていただきまして、えー、有意義だったと思ってます。まあ、それはさておき。えーと、天王洲アイル、キワですか ?KIWI と書きまして、うん、読み方わかんないけど、キワでいいか。ね、昔、キウイみたいな。えー、と、KIWI。I w I ね、あのこれ「波の数だけ抱きしめて」というあの中山美穂「小田裕二」なんていうね「ほいちょいムービー」なんていうのが80年代あれ 90, 90年過ぎかなありましたけど、うん、そんな感じのなんか敬愛なその外れたちょっとそんなのを思い出すようなお店行ってきました、まあ、ちょっと終わったあといっぱいやってきちゃったあとあお店でもいっぱいやれたから なんかそういう感じでもいい雰囲気なところでございました、えっと、キワあーワー行ってきましたよ、えっと、飯田香織さんと牧野マリアちゃんゲストですね、えー、そして鈴木啓太司会のような、えー、FC イベントということで飯田香織さん3年ぶりの FC イベントということでございました言わず物い飯田香織さんとはどなたぞやモーニング娘。のオリジナルメンバーですね、えー、もうキャリアで言ったら20年超え当然ですね の飯田香織さん久々のいわゆる現場ということで往年のファンの方そしてマリア目当ての方まあさまざまですね何十もう人数どうこうってことじゃないからあれだけどいらっしゃってましたよ内容セットリストなんていうのは後で概要欄載せておきますけどまあツイッター僕もやってるんでツイッターでもツイートしてますけど新旧まあ新っていうのはあんまりないんだけど 飯田香織さんを知る人たちには思い出深い「ねえまあ、タンポポ」のようなのようなというか「タンポポ」の曲ですね、えー、繰り広げてくれたり「モーニング娘。」の曲ねいろんな出し引きというかあの少し前に出した「ボサノババージョンのね「モーニングなコーヒー」なものであったりあと「マリア」のリクエストを一緒にデュエットしたりなんていういい時間だったような気がしますね。 じゃあここで一つモーニング娘。をおさらいしつつ牧野マ,マリアの魅力というところに簡単に触れて、えー、と今日はちょっと明日福岡行くというのがありますので離脱したいと思っておりますので少々お付き合いください。もともとモーニング娘。というグループの中で飯田香織さんがどのぐらいの位置にいたかということでございますけれどもまあ最初からのファンということを除けば。 まあトンネルズ大きいのかなテレビ番組というのが影響力があった時代というのがやはり20世紀後半は続いていたまあまあ全然あったと思いますその中で、えー、ちょっとまあいじってもらえるキャラクターいじってもらうことができたでそれを狙わずになんか成立することができたように見えた、まあ、これが飯田香里だったんじゃないかなと思いますよ ね、今ですら若い子たちはトンネルズというの,の存在感ってあまりわからないかもしれませんけれどもアイドル史を振り返るととにトンネルズ意外と重要なんですねそれは「夕焼けニャンニャン」という番組がありましてまあこれ80年代の半ば僕なんかもそうだったんですけども学校から帰ってきて「夕焼けニャンニャン」別に見たいというわけじゃなくてなんか見てるっていうねことがありましてその中で生まれたのが「まあ、おニャン子クラブ」であったり。 なもっと正せば「オールナイターズ」といって「オールナイト・フジ」という番組があったんですけども、まあ、そこは女子大生をどうだそして、えーと「オールナイト・フジ」の方では女子高生をどうだみたいなねこういうようなアイドルが今の文化に確立するまでさまざまな流れの中で言ったらすごく80年代の,そのバブル期バブルに向かう時というんですか。その時には なんか両方とも重要なワードでそこに必ずトンネルズがいたというようなあふうに記憶しておりますでまあそのトンネルズにいじられるというのはどういうことかというとピンとこないかもしれませんけどもまあ一つ一流のあのあれだよだダウンタウンダウンタウンのハマちゃんに殴られてなんぼみたいなねなんかそれで最近話題のマキア原さんとかもそれ突っ込まれて話題っつうかまあダメな感じだけど。 いやーみたいなあったんですよ昔そのテレビ番組でもそういうのでやった突っ込まれたとかねそういうそういうことですねそういうのと似てる話でございまして、えー、と非常に敬意があるのが、うん、トンネルズっていうのはあったと思いますまあそこに時代もあったけどもタイミング的なのもあったり本人のそういうところにポジションを入れたというところでモーニング娘。飯田香織、えー一躍 皆さんお茶の間のという言い方ありましたけどのポピュラーな存在になったってことであったと思います。まあ、そして後に、うん、当時のオリジナルメンバーっていうのはそんなに長い間今みたいにハローで活動をしていくという形ではなく、まあ、ある程度早い段階で、えっとまあ、見,切見切りをつけるというより卒業ですよねというのを選ばれていましたし、まあ、彼女の場合はタンポポ大きかったかなタンポポはすごくポップミュージックとして。 優秀な曲をたくさん生み出してつんくさんも多分そこ挑戦するのが全然なんかサブの仕事というような気持ちじゃなくあガチで来てんなとめ名曲揃いですよこれもアルバムもうすぐファ,ファースト数買っちゃえばいいだけなんで、えー、と追って聴いてみてくださいまあじゃあニーダーの話はこの辺にしましょうせっかくメインになのにじゃそこから マキマリアまででがっているんんすねマキマリアちゃんどんな子かというと今もしモーニング娘。追ってないっていう人があんまりこの僕のチャンネルを見るということはない気がするんですけどもう入った時からビジュアル面含めてキャラクター面含めて僕は注目度ナンバーワン、うん。彼女が一番スター性があるように見えてしまう。 僕はちょっとオーソドックスなアイドルスタイルだからかわいい子理屈なくかわいい子というのが前に出るべきみたいなことを思っている旧世代ですよ。ガラパゴス野郎ですよ <laughs> えっとねでもとあるさ、あのー、最近アイドル関わっている人たちとかとまあ打ち合わせしたりお酒飲んだりする機会あるときに言ってたのは今のセンターの子っていうのはセンター にしてしまうとちょっと取材料とかいろんなものが減ってくるらしいんですねおそらく2010年その前の動画でも言ったんだけどアイドル戦国時代以降みたいなところで言うと多分露出の仕方というのがどこが一番美味しいかっていうのは変わってきたんだと思います特に牧野マリアというのは センターに置いてしまったことによって他の子たちというところとのお,おそらく何かしらの差が出てしまうっていうのをうん気にしたのかな、うん、例えば僕が偉そうよプロデューサーだったりしたらそこは気になるのよどういうふうにこのチームを作っていくかっていうふうに考えると芸能タレントある種飯田香織さんの時代みたいな ドーンとテレビで出て圧倒的っていうことが許される時代ではないモーニング娘。の歴史の中でいうとそんなのがそんな子なのがマリアな気がしてますね。さあじゃあ、えー、そのマリアどういう風にしていいね今日イベントを楽しんでいたかなんていうところをちょっと速攻でレポートすると。 もう妹というか娘娘役そして飯田の方もその娘であることがやぶさかでないというそういう距離感、まあ、野球場でよく会っているよであったりプライベートのシーンでもね、うんまあ、いろんなシーンで共通点があるということになっていますよ。これはもう周りあの社交性の素晴らしさと、まあ、自然かもしれないけどと、まあ、飯田さんの今の肩,の肩に力の入らない たたずまいというところ両方が噛み合って、うん、なんかモーニング娘。の歴史20年以上あるのはこういうところにもなんか理由魅力出てんなーって思いましたまあマリアの好きなところ万人に愛されるキャラクターだと思います、まあ、グラビアとかそういう最近の露出だけ見ると 彼女のキャラクターっていうのは分からない人っていうのも、まあ、世の中にはいても仕方がありません。ですけれども美しいし、えー、と素直まあ素直素直がいい。これ社会生活でもそうですよね。素直以外だとただ時間かかるだけですよね。素直一枚、ね。で謙,謙虚で素直です。ね、あとだから実力っていうのをいろいろ言うけど謙虚で素直で前向きであればもうこれ。 これででよくないですか <laughs> そういうのをなんとか能力そういう魅力を自然に持ってしまっているのが牧野マリアもしかしたら努力したかもしれない自然に持っているように見せられるのが牧野マリアですねえそんな彼女とモーニング娘。の OG とのコラボレーションというのは 今日のこれだけにまあ北海道でねえっ、ー、と出身で北海道日本ハムが好きだっていうことでの共通項とかもあったと思いますけどそれだけにとどまらずなんか OG との接触っていうのはまあ今日みたいなの見ちゃうといいのかなというふうに考えるわけでございますただ僕は矢口と佐伯が仲良くなったはちょっとハラハラしながら見てましたようん何にハラハラしたかは内緒だ あったら言う <laughs> ではまあ今日はそんな感じにしましょうえっ、ー、と明日は福岡ハロプロのね、えー、とコンサートということで伺いますで終わった後ちょっとしたパーティーもやりますのでもし興味がある方は詳細ツイッターで検索都の国をで検索してくれれば多分国をとかでも出てきます、えー、お届けしておりますのでもし九州地方の方で明日近くにいるよって人がいましたらお会いしましょう では、えー、クニョーでした。またお会いしましょう。じゃあね。